今私はですね、ユニクロというよりもファーストリテイリングズのですね、世界ヘッドクォーターって言いますか、有明本部と言われているところにですね、お邪魔して、柳井さんとの面談ということですね、非常に楽しみにこうやってきてます。柳井さん、今日はお忙しいところどうもありがとうございます。新年早々押しかけました。あ、いえ、ありがとうございます。寺島実郎が文化人、各界の専門家、経営者など様々な分野で活躍する人々を迎え議論を深める世界を知る力対談編。今回のゲストはユニクロを世界有数のグローバル企業に育て上げ、世界中に2300店舗以上を展開する株式会社ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長柳井正氏を迎え、目まぐるしく変化する世界経済を読み解き、日本企業が進むべき進路を議論。僕は日本から商売始めて、世界中で商売し始めて、主体者としてビジネスを作ってきた、自分の会社成長するんじゃないかなっていうことを制限なしで考える、ほとんどの人ができないことだけ考えるんですよ。なるほど。できることを考えて実際にやる、うん、今みたいな金融政策を続けてる限りこの国は滅びますよ。ありえないもん、景気が良くなることは。すると経営者が持つべき指針、そして迷走する日本経済など、日本企業が世界の中で生き残る術に迫る。柳井さんと僕はですね、同じ年に早稲田の政経学部っていうのを卒業したですね、同じルートを走ってきたって言いますか、同じ時代を見つめてきたっていう思いでですね、柳井さんの存在に気がついてから僕は彼のですね、足跡っていうものを追いながら、こういろんなことの刺激を受けてですね、こう感じてます。70年安保っていう日本戦後の政治の季節の最後の、まあ、ある意味では盛り上がりだったとも言えますけれども、全共闘運動なんてのが吹き荒れてですね、私自身はですね、当時の左翼黄金時代の早稲田大学のキャンパスにおいてですね、右翼秩序派なんて言われてですね、今でこそ最近寺島さんはリベラルですよねなんて言われちゃうんだけども、まあその先頭を切ってですね、あるリーダーとして全共闘と正面から向き合ってました。で、柳井さんはですね、僕よりは若干大人だったのかですね、キャンパスで柳井さんと会ったことないんです、はいはい、なぜなら柳井さんは大学にほとんど来てなかったみたいですね、ですから私は授業がある限り1日欠かさず行った口なんですけど、柳井さんはですね、珍しいですね、珍しいんです早稲田ではですね、極めて珍しい人間なんですけども、柳井さんはですね、世界を見に行ったってですね、はい、あの時、柳井さんは世界を見に動いたと、一番印象に残ってるのは何だろうかなっていう話をですね、ちょっと聞いてみたかったんですね、はい、冒頭。あ、なるほど。ちょうど学校も1年半ほどロックアウトされたんで、うん、僕は世界を見てやろうっていうふうに思って、うん、大学2年の時に一人で世界一周したんですよ。あ、世界一周したんですか。世界一周で、まず行ったのが船でハワイ経由でサンフランシスコ行って、うん、でその時に僕は一番アメリカで感じたことはやっぱりベトナム戦争がすごく影響をしてて、街中が緊張をしてたんで、街を歩いてホテルまで行ってて、そのホテルの中でもやっぱりなんか緊張みたいなこと感じたし、ベトナムで荒れてたんで多分人の心が荒んでて、安全性がすごくなかった世の中だったんじゃないかなっていうふうに思います。なるほどね。いや、そのね、その後の柳井さんの発言、それから僕自身がね、はい、世界に動くようになってからですね、感じたこと、実は我々の世代にとって重要でありね、はい、その柳井さんと僕の世界に対する見方の中のある種の共通性がですね、我々はですね、アメリカに憧れてですね、はい、アメリカに追いつけ追い越すと思ってた世代でもあるんだけども、僕はね、大企業サラリーマンとして生きたわけですよね。はいはい、一方柳井さんはね、まずね、
ジャスコ当時のね、はいはい、今のイオンですよね、はい、イオンに就職されてね、パッと辞められて、お父さんの会社を手伝うようになったって言いますかね、はいはいはい、そのあたりからですね、柳井さんと僕のまあなんて時代と向き合うこの位置感覚が変わってくるんだけども、まずなぜジャスコをね、辞めたのかなっていうのを聞きたかったんですけどね。ジャスコっていうのはすごくいい会社だって、はいはい、ただ四日市ですよね、四日市に就職は、うん、したんですけどね、うん、僕は店長になってもしょうがないなっていう、なるほどそういうふうに思った、うん、っていうことと、やっぱりできたら経営者になりたいなっていうことと、それとちょっと僕は留学しようかなっていうふうに考えてたんですよ。あ、なるほど。でただね、親父が帰ってこいって言うんで、うん、スーツの店で一部カジュアル売ってて、そのカジュアルがだんだん大きくなって、うん、カジュアル専門店になったっていう、うんうん、そういうことで、まあ僕自身、寺島さんもそうだと思うんですけど、ある意味若い頃の文化っていうのは、うん、アメリカの占領時ですよね、これ、はいはいはい、だからアメリカ文化に、うん、すごく影響を受けた、はいはい、アメリカンドリームがそこにあったんですよ、うんうん、でアメリカンドリームがそこにあってたんだけど、結局アメリカベトナム戦争とかその他のあれで、アメリカンドリーム自体が実際に存在するかどうかっていうこととか、やっぱりそれが壊れたのがベトナム戦争なんじゃないかなっていうふうに思ってますし、もう一つは我々日本に住んでるっていうことは、第二次世界大戦で無条件降伏した。そういう国ですよね。それでアメリカが今の現状の日本を作ったっていう面もあると思うんですよ。でその中で僕は日本から商売始めて、世界中で商売をし始めて、主催者としてビジネスを作ってきた。で多分寺島さんは大会社に入って、そこで、まあ世界を回っていろんなことを研究されてきたんじゃないかなと思うんで、その立ち位置の違いですよね、うん、多分ちょっとね、この今般整理するためにですね、ユニクロを理解するためにいろいろとですね、はい、パネルをこうちょっと準備してみたんですけども、はいはい、イノベーターとしてのユニクロっていうことでね、はい、お父様の会社っていうのは山口にメンズショップっていう名前でもってこうスタートされたと、でそれをですね、1972年石油危機の年の前の年ですね、はいはい、でその時に柳井さんは山口に戻ったんだなと、はいはい、でそっからですね、はい、10年間それはお父様の下で、はい、そのプロジェクトを支えたっていうふうに理解していいわけですか。まあ親父は違う商売もやってたんで、いろんなことをね、僕がほとんどやってました、はい、あ、なるほど、実際にこのメンズショップの方はね、実際に自分でやってました、ね、はい、でそこでね、ここにこのいよいよ84年にですね、はいはい、我々にとっては馴染みの深い名前のユニクロ1号店っていうのがね、はいはいはい、なんと広島市にですね、山口ではなくてね、広島に出店していかれるわけですね、はい、でユニクロっていう名前はね、よく僕人にも聞かれるんですよ、外国人からも、はいはい、なんでユニクロなのと、でこれユニークなね、医療っていうのはクロージングっていう意味でね、ユニクロってつけたんですよっていう話を、まあこの柳井さんのね、この一生九杯なんていう本でもって確認してですね、ユニークな医療っていうのはどういうイメージでこういう名前をつけられたんですか。その当時よく行く店っていうのが本屋さんとか、ああレコード屋さんとか、うん、そういうセルフサービスで自分で物を選ぶような、そういう店だったんですよ。だからそういうタイプの服屋を作りたいなっていうふうに思ってて、で割と服屋って店の装飾に気を使いすぎるんですよ、うんうん、だから装飾で売れるようにするとかそういう考え方があったんで、そうじゃなくてもう倉庫みたいな建物があって、商品が並んでて、それをきちんと吊ってあったり、あの畳まれてたりしたら、それで自分で考えて自分で組み合わせして服屋買うような服屋が一番いい服屋なんじゃないかなと思って、うんうん、それでユニクロっていう、なるほど、でユニクロクロージングウェアハウスなんです、うん、それは本当 は, 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 はでも長いんで、うん、あのお客様がユニクロ、うん、ユニクロって言うんですよ、うん、ノラクロみたいな感じでしょなるほどなるほどなるほど、そういう感じでね、はははでユニクロになったっていう、なるほどね。ユニクロが非常に不思議なところはですね、はい、日本が高度成長期だっていうのを走ってたね、はいはい、1980年代から、はい、バブルっていうのが来るわけですけども、はいはいね、
ここに日本経済とユニクロをこう対比したさっきのパネルをもう一回ちょっと考えてみたいんですけど、世界 GDP においてね、日本の比重が一番大きかったのは1994年です。94年ですか。 18% を占めたんだった。ところが去年これがわずか 6% にまで、3分の1ですね、3分の1になっちゃったと。で、家計消費がね、一番ピークだったのが1993年なんですね。月額33万5000円、これ全国全世帯です。ところがですね、2020年には27万8000円ですから、年間にするとですね、60万円ぐらい家計消費が落ちたっていうか、90年代半ばに訪れた日本の大きな構造転換、一言で言ってしまえば、日本経済がピークアウトしてですね、埋没感を深めていくプロセスの中でね、ユニクロの躍動が始まったっていうですね。で、2つ僕はキーワードがあったと思ってるんですよ。一つはね、製造小売っていうですね、つまり商社っていうのは卸でね、入れてそれを売るっていうですね。ところがユニクロっていうのはね、自分の自社企画で、自社ブランドで、で、自社で製造して自社で売るっていうね、このビジネスモデルを作り上げたところにユニクロのユニクロたるゆえんがあるわけですね。実際に事業としてこれを展開するってことはものすごいリスクありますよね。そうですね。売れなかったらどうするのって話になってですね、で、この製造小売っていうね、ビジネスモデルにチャレンジしてったね、理由っていうのかな、で、これが僕はやっぱりユニクロを理解するためにはどうしても必要だと思うんで、ぜひ伺いたいんですけどね。僕たちは本当にいい服屋になりたいなっていうふうに考えてて、で、いい服屋ってどういうことかっていうと、やっぱり我々の服屋の歴史を見てみたら、本当に大きくなったとこは製造小売、英国のマークス&スペンサーが始まりだと思うんですけどね。なるほど。当初バラエティストア、だったんですよ。そうですよね。で、非常にクオリティの高い服を売ってて、で、服に特化してイギリス人の生活をやっぱり豊かにして、普通の人でもいい服を買えるようにした、で、それが米国に渡ってリミテッドとかギャップ、現在だったらヨーロッパ、それがヨーロッパに行って、H&M とかザラになって、で、そういうことを僕たちは知ってたわけですよ。だから将来ああいうふうになりたいなっていうふうに思ったっていうことと、なるほどね、一番ラッキーだったなと思うのは、香港でそういう極東の欧米のメーカーとかブランドが繊維のオペレーションをやってたんですよ。なるほど。そこに僕が飛び込んで、で、そこと取引し始めて、で、その人たちが中国の開放政策があったんで、中国に工場を作り始めて、で、中国の縫製工場も国有工場が払い下げになって豪賃企業になって、で、村の村長だった人とか青年団長だった人とか、そういう人が工場の経営をし始めた。なるほど。で、その人たちと一緒に成長した。で、その人たちも本当にすごい大金持ちになって、で、その村も全員が食えるようになった。今でも日本が持ってる繊維技術は世界一だと思うんですよ。なるほど。でも、それを誰も利用しないのも世界一。なるほど。だから、それを本当にそうですよね。僕たちは自分で考えて、世界中で売れるようなシステムを考えて、日本にまず持ってきて、それを売って、で、フリースでブームになって、あれでやっぱり日本の人に知ってもらったんじゃないかなっていうふうに思いますけど。例えば僕自身ね、ユニクロが初めてロンドンに出店した店に立った時ね、ちょっと感動したもんですよ。ついに柳井さんもここまで来たかっていう思いでね、まあ大失敗ですけど。でもね、つまり上海に出てったのが、上海も最初は大失敗ですよ。最初はそうだったんですか。いや、そうですよ。3店舗を出して全然売れない。なるほど。その当時ね、所得が中国が日本の20分の1ぐらいだったんですよ。そんなもんでしょうね。だから日本のプライスじゃ売れないなっていう。そりゃそうだ。素材を全部変えて中国用で作ったんですよ。なるほど。それやったら全然売れません。なるほど。それやると、やっぱり日本のユニクロが欲しいっていう。やっぱりクオリティなんですかね。いや、クオリティもだけど、やっぱりユニクロっていうアイデンティティのある商品じゃないと、アイデンティティ、それをやっぱりトレードオフしたような商品じゃ売れないっていうことですよね。で、そこまでブランド力っていうものを持ってたからできる技ですよね。いや、でもブランド力っていうのは日常のやっぱり商売を通じてお客さんの生活とどう関わり合っていくかっていうことを真剣になって考えたから、
ブランド力がついたんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。香港に行った時に工場を訪ねて行ったら、ほとんどの工場が氷やってるんですよ。あ、工場が氷やってる。ええ、あのジミー・ライってアップルデリーのね、はいはいはい、創業者がいるんですけど、彼はジョルダーノを作った人間なんですよ、セーターの工場だったんですね、彼の工場は。あのリミテッドってアメリカですごいチェーン店があって、そのチェーン店に卸して一品番で300万点売ったっていうセーターがあったんで、ああ服ってこんなに売れるんだなっていうことと、まあ香港でもたくさんあのそういう小売があってチェーン店やってるんですよ。ああ製造と小売っていうのはこうやって直結して売っていくっていうことと、境がないんだなっていうことと、香港は重工だったんで国の境がないっていうことをそこで初めて知って、華僑のあの人と知り合ったんですよ。なるほどね。だから国境は実際はないんだっていう、みんなね日本にいると国境があるっていうふうに思うんですよ。でも経済においては僕たちはそれまで輸入もあのしたことない商社にお願いするもんだっていうふうに思ってたぐらいですから。いや今言われた中にね、華僑と知り合いになったんですよっていうところがね、僕にはピンとくるんですね。つまりグレーターチャイナっていうかね、つまりその華僑っていうのは何も中国人だと思ったら大間違いですね。ASEANにね、3300万人の華人華僑って人たちがいてですね、その人たちにとって世界地図はまるで違うっていうですね。全然違います。でそのような問題意識をね、日本人としてこういつの間にかフィールドワークの中から吸収していったことがね、ユニクロの業態につながってんだなってことを、まあ僕はそういうふうに考えたんですけど、それは実体験から初めて分かったんですよ。そうなんですよね。でただね、僕がちょっと非常に心配だなと思うことは、中国自体と東南アジア、皆さん違うもんだと思ってるんですよ。でも華僑の人たちが東南アジアの経済を握ってますよね。全くその通りですね。だったら中国と華僑はある意味じゃ一体、だっていうふうに思わないといけないし、ある意味では中国から東南アジアにかけて今から一番成長する地域ですよね。人口も増えてるし若い人多い、その中でやはり日本が頑張ってビジネスをやっていかないとダメなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね。いや、まあ、全くそうだろうと思います。そしてこの後、ひょっとしたらこういう方法であったら成功するだろうということを世界中で情報を集めて、でそれで衣料品の経営をやってる、付加価値とトレンドですよ。なあ、トレンド、それが変わると人々の生活が変わるんですよ。情報化社会の中で企業を発展させる指針に迫る。僕は柳井さんと話しながら、そのイノベーターとしてのユニクロっていうのを理解するいい機会だと思ってるんですね。この日本人が今一番理解しなきゃいけないキーワードは僕ここにあると思うんですけども、そこでなんですね。ちょっと皆さんこのパネルをこう見ていただきたいんです。これですね、2000年から2020年までの日本の全国全世帯の家計消費支出の変化っていう、まあ何回も実はこのパネルはですね、僕の話の中でも触れてきたことでもあるんです。20年間で約4万円家計消費は減ってるんです。21世紀に入っての20年間で、今日我々が議論している衣食住の衣ですね、なんとこの間ですね 47.1% 減ってるんです。衣に対する消費っていうのはつまり半分になっちゃったってことですね、一言で言えば。でその中でなぜかユニクロは快進撃してるっていうことをまあ確認したいわけです。でついでにちょっと他の項目にも触れておくとですね、一番減ったのが、つまり衣と同じぐらい減ってるのが小遣い交際費なんです。でこれはですね、文化力に関わるキーワードです。で僕はですね、このユニクロのこのワールドヘッドクォーターズ来てですね、柳井さんの世界観が伝わるよなって思う部屋に実は座って、実は今議論させてもらってるんです。図書館のような空間で、ここでですね、ある種の新しい企画だとか構想だとかっていうのはですね、文化力の中から生まれてくるっていうのかな。さっき柳井さんが話しておられた話の中ですごく気になるのは、もちろん洋服屋やろうとしたんだけども、レコード屋だとかですね、さまざまなですね、そういう文化に関わるところをうろついてたんだっていう類の話をされてました。これってすごい大事なことなんですね。でそういう中で衣の話に戻りますけども、なんと半分になっちゃった中で
この20年間でユニクロはですね、約8倍に売上高を増やしてきた。で、店舗数もですね、これは全世界を表す数字ですけど、2312店、433店からですね、この中に込められてますよね、業態をグローバル化してきてるんだっていうことですね。新しい業態にしてですね、デフレ経済下の中でもってですね、どうやったらですね売上を伸ばすの、売上を伸ばすっていうことは顧客の心をどうつかむのかっていうことだろうと思います。今のお話の中でですね、柳井さんの立場からですね付け加えていただくことがあったら、ぜひお話しいただきたいなと思うんですけどね。いいって言っても、これは生活の一部だと思うんですね、生活の主要要素ですね。衣食住っていうぐらいですから、ですから文化みたいなものにすごく左右される、でそれとやっぱりもう一つは、よそ行きから普段着みたいな衣服の革命があったと思うんですね、まず戦後で着物が洋服になりましたよね、で洋服、昔の写真見たら全部そうなんですけどね、あのスーツ着てるんですよ全部。あ、本当ですよね。で帽子かぶってるんですよね。で、それが今だと T シャツと、極端な例ですけど、ショートパンツとかジーンズなんですよ、そうですよね。そういうふうにカジュアルっていうものがもう浸透してきて、普段着がまあ意の主流になってきた、で僕たちは本当にいい普段着を作りたい、なるほど、究極の普段着みたいなのを作りたいなっていうことで、ライフウェアっていうふうに言ってるんですけどね。なるほど。生活に即した服、着てて気持ちよくて快適な服で、本当にいい服、新しい価値を持った服っていうものを定義して自分たちで作って、でなんでうちだけが成功してきたのかって言ったらね、あの多分ほとんどの人は悪いことばっかり考える色味が悪いって言ったら悪いことばっかり考えるんですよ。で僕たちはひょっとして色味が成功するとしたら、どういうふうな方法だったら成功するだろうっていう、ひょっとしたらこういう方法であったら成功するだろうということを世界中で情報を集めて、でそれで衣料品の経営をやってる、もともとの消費が多すぎたっていうのもあると思うんですよね。これ衣料品に関しては日本は繊維の国だったんで、なるほど。それと同時にこれ見たら、やっぱり日本は相対的に貧乏になったっていうことと同時に絶対的にも貧乏になった、なるほど。でもそれが毎日資産というものがあったんで気づかなかったっていうのがこの表の結果なんじゃないかなっていうふうに思ってますし、で一番問題はやっぱりこの小遣い交際費、教育、ね、教育に対する支出、でさっきの文化は全て社会生活ですよね、これ。その通りです。ですからそういうものに対する支出が少なくなったっていうのは、日本の将来は危ういなっていうふうに思いますね。で最近柳井さんがね、その経営方針の中で言われてることでね、製造小売っていう新しいジャンルに踏み込んだっていうのがユニクロの業態で、ところがそこにですね、情報っていう言葉を最近付け加えられてですね、情報製造小売っていうのをね、我々目指すんだっていうことを言われ始めてますよね。僕からするとね、もともとねユニクロっていうのは柳井さん自身のフィールドワークも含めてね、まさに現場に立ってね、現場の情報を踏まえてですね、情報を吸収しながら業態を変えていったっていうふうに思えるわけですけど、今あえてね再びそこで情報っていうことを付け加えられている理由はね、まあそのガーファム的な DX のような世界も睨んだね発言だと思うわけですけども、どういうふうに考えておられるんですかね。それぞれの人がスマートフォンを持ったんで、自分たち自身で情報発信ができる、もうこれは完璧な違いですよ。人々が放送局になれるし、新聞社になれるっていうことですよね、それとパーソンツーパーソン、それから会社対会社、誰でもいつでも誰とでもつながる、で一つ情報があったらそこにソーシャルネットワークがありますよね。これで情報が瞬時に世界につながるようになった、だから完全に情報が支配する社会になって、でそれが今のガーハに通じてるっていう、そういうふうな時代になって、それが誰でもできる、あの先進国の人は当然なんですけど、
発展途上国の人々もそれが可能になって、うん、反対から言ったらこれほど面白い世界はないですよね、うん、で僕はそれにずっと前から気がついてた、うん、でひょっとしたらこういうことを利用したらこういうことができるんじゃないかっていう、うん、イノベーションみたいなことをやってやろうっていうことを考えてたからっていうことなんじゃないかなっていうふうに思います、うん、で僕がまあフラットにね、ユニクロに入ってみる、でそのために感じることなんですけども、ユニクロって微妙に変わってってるっていうかですね、あこの手があったのかっていうね、新しい企画がですね、製品になってそこに登場してるからですね、例えば何ヶ月か置いてユニクロに行ってみるとですね、新しいそこに発見があるっていうかね、自分を刺激してくれるような発見があるっていうところにね、ユニクロの業態っていうものを注目しておかなきゃいかんなと思う理由があるんですけども、まさにその情報っていう言葉の中に込められてるのは僕は付加価値だと思うんですよね、付加価値力をね、付加価値とトレンドですよ、トレンドなるほど、あのトレンドっていうのは、ファッションのトレンドっていう意味と時代のトレンド、なるほど、それが変わると人々の生活が変わるんですよ、なるほど、その柳井さんのね、時代認識っていうかね、私自身はあのいろんな講義講演の冒頭に必ず語るのがですね、経営っていうのは時代認識なんだと、今生きてる時代をどう認識するかがね、全ての経営の鍵なんだと、でそれがとぼけてたらね、成功するわけないじゃないのっていうのが、いや僕も同じこと言ってます、あそうですかいや僕はこういうふうに言ってるんですよ、今自分とかね自社がここにあるっていうのは過去があって現在があって未来がある、まあそうですね、だから未来どうなりたいのかっていうものがないと、どこに行くか分からないですよね、でほとんどの会社が未来どこに行くかっていうのははっきり決めてないんですよ、そしてこの後、中国のそばにいるしロシアもあるし、韓国もあるし北朝鮮もある、アメリカと同じ立ち位置だったら非常に危険ですよね、これだから立ち位置は日本独自の立ち位置で、僕は日本の外交をしないといけないんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね、現在の世界情勢を通じて日本経済の未来を読み解く、今年、まあ年明け、まあ、最初のお話なんで、世の中的にですね、2022年はどうなるって言ったら、まず登場してくる話題がね、あるいは僕に投げかけられる質問でも、米中対立の時代を日本はどう生きるかっていう話に必ずなるんですよ、でその関連のご発言も聞いててですね、米中二極の対立だともう関連的に思い込んだらですね、日本の選択肢なんてのは極めて限られちゃってですね、いやだしね、日本はね独立国ですかっていうことですよ、僕言いたいのは、やっぱり日本は独立国ですよね、これ当然、でしかも中国のそばにいるし、ほんでね、ロシアもあるし、韓国もあるし北朝鮮もある、そこでアメリカと同じ立ち位置だったら非常に危険ですよね、これ、だから立ち位置は日本独自の立ち位置で、僕は日本の外交をしないといけないんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね、全くね私も同じ意見でしてね、米中二極と認識してしまったらですね、自分の選択肢を狭めるだけじゃなくてね、要するに未来をもう閉鎖してしまうっていうかですね、そういうこととね、やっぱり日本も米国も同じようなもんなんですよ、日本も日本だけは特別だと思ってるんですね、で米国も米国だけは特別だみたいなことを思ってて、で米国の方しか見てない、それがもう非常に不思議ですね、それで気がつかなきゃいけないのはね、私は90年代の初頭、6年間ワシントンに張り付いてた時期があるんですね、でその時っていうのはまさにね、そのアメリカの敵外心が日本に向かってた時代でですね、つまり日米貿易摩擦なんていうのがまあ火を吹いてた頃なんですね、でそれ振り返ってみるとですね、僕アメリカを理解するときに大切なキーワードがね、抑圧的寛容っていう言葉だっていうことをよく言うんですよ、それなぜだっていうとですね、アメリカって自分が圧倒的に優位に立ってるときにはね、敗戦後の日本に向けたですね、アメリカのスタンスであるようにですね、思いやりのあるね、こんないい人世の中にいないよねと思うぐらいですね、優しさを見せるんです、だけどもしその相手がね、自分を凌駕していくかもしれないとかですね、自分と敵対してくるかもしれないっていう瞬間にね、
異様な猜疑心と嫉妬心が走ってですね、今まで寛容だったものがね、抑圧っていう部分がバーンと出てくる、今それがね、中国に向けられてる瞬間だと思うんですね。現実にアメリカが今ねそういう心理状況になる中でね、日本としてはですね、アメリカも大事だし、中国も大事っていうスタンスをですね、しっかり第三極として持ちこたえることがね、逆にアジアの他の国々にとっても非常に重要というかね、安心の元になりますよね。でそれがね、日本にむしろ求められ問われてるポイントなんじゃないかと。アジアの国々がもっと日本しっかりしてくれよっていう、アメリカの味方ばっかりするなよ、お前がアメリカと中国をうまくやって、アジアを平和にしてくれ、というふうに僕はアジアの人は思ってるっていうふうに思いますよ。いや本当にそう思いますね、だから中国周辺国であってもいけないし、もちろん、一方でアメリカ周辺国であってもいけない、ただ日本人はですね、どん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 ね、まあ中国の脅威っていうことをですね必要以上に感じてるもんだから、内向する日本にそれが入ってくるもんだからね、ますますある種のですね、間違った方向感にですね向きかねない。僕はもうそれはすっごく危険だと思う、個人として、やっぱりお互いのいいとこを利用していって、経済的に安定した関係を営む、あるいは文化的に安定した関係を営ん でお互いにやっぱりもっとフランクに対話するみたいなことができなければ、今みたいに国交を遮断したような形は良くないんじゃないかなと思いますけどね。で今年ですね、つまり、まあ、年頭にあたってね、柳井さんが社員に向けたメッセージを僕は見せていただいてですね、その中でね、ある面じゃドキッとする今年戦略のですね、キーワード、世界で稼ぐっていう表現されてるんですね、これ聞きようによってみたらね、なんか日本から出ていくのかよっていうぐらいのイメージで取る人もいるかもしれないけど、でもね、日本で本当にビジネスを栄えようとしたら、世界で稼ぐ以外ないでしょ。いやその通りなんですね、でそこでねその内向してですね、成長なしっていうことをその中で言われてるんだよね。あのね、もう完全に防御して、昔に戻ろうとした国で過去成長した国は一国もないです、でしかもね、僕がこう意見を付け加えさせていただくならばね、この今の時代にあえてグローバリズムを語ってるんですよね、柳井さんはね、でそのことがいかに大事かっていうことに耳を傾けるべきだという意味で僕は言うんだけども、例えばコロナの最大の教訓はですね、一国では解決しませんよ。その通りなんですよ、もう一国ではね、あらゆることは一国では解決できない、相互依存のグローバルになったってことですよ。全くそうなんですよね、ですから仮にですね、何もコロナを克服したら新手のまた熱帯感染症が来るかもしれない、でその時にですね、我々がこの教訓を受けてやらなきゃいけないことは、グローバルに問題を解決する仕組み、例えばアフリカに対するですね、やはりそのさまざまな先進国だけがワクチン打ってりゃいいってものもない、でそういうものをですね、グローバルに解決する仕組みをね、再構想するっていうかですね、例えばあの僕自身がね、関わってきている構想の中に国際連帯税構想となりましてですね、国境を越えたマネーゲームにね、広く薄くですね課税して、それを国際機関がですね、地球環境問題だとか熱帯感染症問題に対して対応するっていうね、新しい世界システムの再設計がね、新しい税制っていう形でいるんじゃないかと。一国自己完結では絶対問題を解決しないっていうことをね、今回確認したんだっていうふうに考えなきゃダメなんじゃないかと、それをね、今年の社員向けのメッセージで柳井さんがね、内向しちゃダメだぜっていうことを言ってるっていうのはですね、とっても大事だと僕思うんですね。いやもう今のままね、日本が内向していくと、その将来自体を自分たちで潰してるっていうふうに思いますし、そこでリーダーシップ取れるのは周辺の国をね見渡したら、やっぱりアジアで一番先進国に最初になった日本で、民主主義と自由の国、日本でしょ、でその国以外にリーダーシップ取れないじゃないですか本当は、いや本当にそうあるべきですね、から2つ目ね、その柳井さんがこれまで僕に、まあ、話してきた話の中で耳に残ってる言葉でね、僕すごく強烈に刺激受けた言葉があるのはですね、次元の低いアベノミクス批判なんてんじゃなくてね、
金融異次元緩和とね、財政出動でもってね、産業が蘇ると思ったら大間違いだっていう話を何回もしておられて、蘇った国は一国もないです、うん、そしてこの後マイナス金利っていうのはね、はい、経済倫理をね、いやもう毀損するっていうこと、倫理がなくなる、うん、で借金しても金利がない、いやそれは金融を否定してますよこれ、うん、自民党に一体ですよね本当、うん、もっとしっかりしてくれよって、うん、で今みたいな金融政策を続けてる限り、うん、この国は滅びますよ、うん、日本の経済政策が抱える問題点に迫る。健康を知る力、東京 MX アナウンサーの森田美玲です。このコーナーは季節ごとの気になる健康情報を正しく分かりやすく解説していくコーナーです。1月のテーマはチョコレートと健康です。まもなく2月を迎えますが、2月の代表的なイベントとして14日にはバレンタインデーがあります。そこで今回はチョコレートの様々な健康効果をご紹介します。スーパーやコンビニなどで手軽に買えるチョコレートは脳の活性化に効果的と言われています。脳にはたくさんの神経細胞があり、毎日物事を記憶したり判断したりする脳の活動を支える代表的な栄養分が BDNF という物質です。 BDNF は脳由来神経栄養因子と呼ばれるタンパク質の一種で、脳内で記憶を司る海馬に多く含まれていて、神経細胞の動きを活発化させていると言われています。海馬にとって BDNF はどんな働きをしているかというと、脳内で BDNF が現れる量をおよそ半分に減らした場合、学習能力が低下する記憶や学習障害を引き起こすことが分かったそうです。そして BDNF は65歳以上で次第に減少傾向にあるのですが、増やすためには適度な運動を行うこと、そして一番簡単にできることはチョコレートを食べることだそうです。チョコレートに含まれる高濃度のカカオポリフェノールが脳の血流量を増やし、血流の増加によって認知機能を高める可能性が見つかったそうです。この効果から認知症を予防する可能性が期待できるという研究もあるそうです。そしてチョコレートの健康効果でもう一つ特徴的なものは、善玉菌が増えるということです。チョコレートを食べることで善玉コレステロールの値が上昇することが分かってきました。血液中には肝臓から様々な器官にコレステロールを運ぶ悪玉コレステロールと、体の中に余ったコレステロールを回収し再び肝臓に戻す働きの善玉コレステロールがあります。この2つのバランスが悪くなると血管が詰まりやすくなると言われています。血管を健康に保つためには2つのコレステロールのバランスを整えることと、悪玉コレステロールの酸化を抑制することが重要とされているのですが、チョコレートに含まれるカカオポリフェノールには酸化抑制効果やコレステロールのバランスを保つ効果もあると言われています。そして1日にどれくらいのチョコレートを摂取するのがいいかというと、生活習慣病の改善などの健康効果を期待するには1日に200から500ミリグラムのカカオポリフェノールを毎日何回かに分けて摂取することをお勧めします。板チョコ1枚は50から60グラムなので、摂取するのはほんの少量になります。簡単に手に入るチョコレートを食べて健康な生活を心がけましょう。以上、健康を知る力でした。アメリカのニューデール政策も、うん、結局ニューデール政策で僕は成功したっていうふうに思ってないんですよ、うんうん、第二次世界大戦で、うん、ね、やっぱり景気が良くなった、うん、っていうことで、で実際の実業がね、やっぱり立ち上がらない限り良くならないし、でそれまではアメリカってモンローアルの主義だったですよね、うん、でも第二次世界大戦でやっぱり世界の国にかかっていく、その方針のもとにやっぱり世界一のアメリカっていう国ができたと思うんですよ、うん、だからそのことをやっぱりみんな理解してないのが不思議ですよね。柳井さんがいつか言ったんだな、マイナス金利っていうのはね、はい、経済倫理をね
いやもう毀損するっていうことを、ね、倫理がなくなる、うん、いや借金したらお金をもらえるって言うんですから、うんうんうん、マイナス金利はね。で借金しても金利がない、うん、いやそれは金融を否定してますよこれ、うん、で現実にそのことがね、はっきり見えてきたのが2022年のね、はい、年頭だと思うんですよね、でそのことによってね、例えばその借金した方が景気が拡大できるっていう勢いでですね、異次元金融緩和とね、財政出動やってみたけども、結局行き着く先はね、恒大に負担を与えてですね、息苦しい国を作るだけだっていう、しかも日本だけがね、まだねある意味じゃアメリカや欧州はすでにね、金融政策の正常化っていう選択肢にね、踏み込める局面にある、とは日本の場合出口に出れないっていうかですね、いやあのね僕はやっぱり自民党に一体ですよね本当、うん、もっとしっかりしてくれよって、うん、で今みたいな金融政策を続けてる限り、うん、この国は滅びますよ、うん、ありえないもん景気良くなることは。これね聞いてる人分かんないかもしれないけど、マイナス金利は経済倫理を損なうっていう意味はね、それこそね借金した方がベターだっていう国がですね努力してね、研鑽して、ね市場の競争を通じて自分を磨くっていうことを失ってですね、借金した方が有利だっていうね、せめてね頑張って蓄積したものにですね、若干の利息がついて、さらにそれがまた新しい投資に向かうっていうメカニズムをね、歯食いしばっても頑張らないとですね、産業力だとか経済力なんていうものはね、間違いなく劣化してきますよね。いやそれとね、もう資本主義以外ないんですよ、うんでね、新しい資本主義って言ってるけど、うんうん、資本主義っていうのは資本の増殖ですよね、うんうん、資本が増殖するっていうのはビジネスチャンスがあって、うん、そこに産業が起きるから、うん、そうだそうだ金融ゲームやってたら、うん、産業起きなくて使うことばっかりなんで、うん、そうそれはむしろ産業が疲弊して結局実業が立ち上がらなくなる、うん、で今の現状が世界の原材料全部アップしてますよね、うん、上がってますよね。これは金融緩和してお金余ってるから投機ファンドが全部いろんなとこで買い占めやってる、うん、投機で金使ってるからですよ、うん、でね日本の経済人っていうのがね本当によく耳を澄ませて柳井さんが言おうとしてることの話を聞きね考えなきゃいけないところに来てるっていうのはですね、いつの間にかね金融をジャブジャブにすれば株価が上がると、金融をジャブジャブにすれば円安に反転するっていうことで、ね、いやあのねそれがプラスだと思ってたプラスじゃなくて、うん、世界の国で自国の通貨が安くなって喜ぶのは日本だけですよ、うん、いやところがそれが喜べない局面にもう入ってきちゃう、それはあまりにも日本で作ることだけを考えてて日本から輸出することを考えてるから、うん、でも世界で有利な点は日本は自由主義で民主主義の国なんで、うん、どこの国でも行けるんですよ、うんうん、日本のパスポートほどいいパスポートはないですよね、うん、そうまさにその通りでね、ですから日本のね将来考えた時に早く正気に変えなきゃいけないっていう局面に来てるっていうかね、これ結局あれですよ、アベノミクス始まる前から4割以上円安になっちゃってるわけですよ、で今ねエネルギー価格が高いってもがいてるんだけど、あるいは原材料が高いってもがいてるんだけども、海外に原材料とエネルギーと食料依存してる国がね4割の円安をもろに食らってきてですね、本当に息苦しい局面に入ってきたっていうか、しかもそこから出れないっていうかですね。いやそれと僕はね、うん、非常に残念なんですけど、であえて言いますけどね、年金問題が解決しないことが一番の不安材料ですよね、うん、あやっぱりね将来自分が年老いた時に、うん、本当に生きられるかどうかでそれに生きられないから貯蓄しようと思う、うんうん、貯蓄するから投資に回らない、うんうんっていうことなんじゃないんですか、うんうんうん、それとやっぱりね自分で稼ぐっていうことよりも人の言うことを聞くっていう教育を大学でやってる、うん、僕はやっぱり自分で考えてでこうやってやっぱり討論して、うん、日本はどう生きるべきかとか、うん、そういったことに関して自由に討論できる、うん、なんかそういう環境が欲しいなっていうふうに思いますね。資本主義社会を生きる経済人のですね、基軸っていうんですか、物事の見方、はい、それを真剣に取り戻さないとですね、はい、自堕落なね、国に未来はないっていうかですね、でつまり借金した方がベターだとかですね、金融を緩和してれば円安になるからですね、はいはい、輸出にはハードルが低くなってめでたいとかですね、
会社の株だけがね、マネーゲームの中で上がってるように見えればですね、経営批判が起きないから、株主からね、そういうメカニズムの中に身を置いてる限りですね、切磋琢磨してね、研鑽してですね、新しいいわゆるビジネスモデルを作り出していこうとかね、新しい消費者に訴えかけていこうだとかっていう問題意識が芽生えないってことですね。だし、ね、もし今みたいな状況続いてれば、多分あの寺島さんも同じように感じられるかもしれないですけどね、近い将来日本は全部海外に買われますよ、うん、いや日本のやっぱり技術とか、うん、日本人の持ってる能力とか文化とかこういうものは世界共通の財産ですからね、うんうんうん、それは日本人の消費者なしに海外の消費になる可能性があると思いますよ。あの今おっしゃってるね話がね、バカバカしいと言えない局面に入ってるんです、なぜならアップルのね、うん、株価の時価総額が3兆ドル超したっていう報道がですね、そうですね、新年早々出たんですよ、これって日本のね、東証一部企業の、ね、半分でしょ、半分に相当するってなら買おうと思えば買えるっていうことですよね。いや買おうと思ったら半分の会社買えますよ、ね、アップル一社ですよ、アップル一社でね、で言わんや、うん、5社、つまり IT ビッグファイブと言われてるですね、5社だとね、日本でいう1000兆円超すわけですよ、うんうん、日本の GDP の2倍を越しかけてきてるんですよ、で買おうと思えればっていうね、仮説をあえて言わないまでもですね、それが何を意味してるのかっていうことに気がつかなきゃいけないっていうですね、でそれってね GDP は付加価値の総和ですから、ですから今日まさに柳井さんが語ってくれたようにですね、どれほどね付加価値を高めるために努力してきたかっていうことね、でその延長線上の中にしか日本の未来は開けないんだっていうのが僕のまあ思いの中にあるんですけどね、いやそれとね、僕はもう言いたいのは、ひょっとしたらこういうものとこういうものを組み合わせてこういうふうにしたら、自分の会社成長するんじゃないかなっていうことを、制限なしで考える、ほとんどの人ができないことだけ考えるんですよ。なるほど。できることを考える。なるほど。できることを考えて実際にやる、まずね、できることを考える人がほとんどいない、で実際にやる人はまたほとんどいない、だったら日本はダメなんじゃないですか。いや、まあ、我々議論してると尽きない思いが込み上げてくるんですけども、まあ、僕はですね、この柳井さんとね、まあ、それこそ50年にわたるね、こう隠れたその友情をですね感じながら、これ新年にふさわしい議論ができたということで感謝してですね。いや僕もそうですよ、やっぱり我々の世代は今言ったようなことを次の世代に残すべきですよね、全くそう思います、じゃないと次の世代は大変なことになると思います。ということで今日はどうもありがとうございました、どうもありがとうございました。